いやー、芸能界の闇を暴くシリーズで始まりました、この速稼塾の久保がお届けする最新レポートなんですけども、なんとですね、ナインティナイン の, あのお笑いコンビがありますよね。ナインティナインさんの、今ではもう重鎮なんですけども、駆け出しの頃、こんなことがあったんですよ。なんとですね、反社会勢力からギャラをもらって、テレビ出演みたいな、テレビ出演じゃない、なんか宴会芸をやったみたいなね、そんなことがレポートされてましたね。まあちょっと見てみましょうか。本当にね、笑いですよこれは。どうぞ。はい、この画面でびっくりされた方もいると思うんですよ。これお金受け取ってますからね。動画をちょっと見てみましょうか。スタードッキリマル秘報告というねタイトルが出てきましたけども、そう、お察しの通りですね。これね、こういったお笑い番組なんですよね。人を引っ掛けて、で、笑ってやろうみたいな、ドッキリカメラなんですよ。で、こういうところにナインティナインさんが呼ばれて、ご本人様はね、わかんないですよ、こうやって。何も知らずにって知らせるわけないじゃないですか。ね。で、こうやって女の人に囲まれて、いい雰囲気から、だんだんと雰囲気が怪しくなってくるんですよね。で、こう、ヤクザさんに囲まれて、おい、持ってこいや、みたいな感じでね。こう強制的にギャラを受け取らされるみたいな画面があります。吉本のね、宮迫さん問題とかとはね、全く比べ物にならないぐらい、これ完全に脅しで持っていけみたいなことされるわけですから、これ怖くて受け取らざるを得ないですよね。一応最初はね、断るんですよ、こうやって。あ、若いですね、二人ともね。矢部さんとか言ってね、ちょっと微妙な表情してますけども。で、こういうふうに無理やり押し付けられて、結局はね、これお金受け取っちゃうんですよね。で、この受け取った瞬間が、なんかスクープされて、やばいんじゃないかなと思いますけども、見てくださいね。これお金ね、こうやって、カバンに無理やり詰め込まれようとすると、もう自分でほら開けて、ほら入れてるでしょ。で、大笑いですよ。これはね、引っかかってもしょうがないですよね。はい、いかがでしたか？もうびっくりしましたよね。こういう風な、ドッキリカメラとかがある中で、直営業とか闇営業とか言って、よく見分けられるなと思いましたね、当時ね。今は、ああいう風なね、スタードッキリみたいな番組がありませんから、何かことが起きた時って、あ、ドッキリじゃないんだな、とかね。あ、これはドッキリかもしんないなっていう風に、わかるような気はするんですけども、いやいやいや、当時のね、タレントさんとかっていうのは本当に難しかったと思いますよ。だってもう、何企画で、ああいったおヤクザさんみたいなところにね、呼ばれるみたいな可能性も考えながら、いろいろ仕事を検討しないといけないですね。しかも駆け出しの頃って基本的に、それをやっていいのか悪いのかってむちゃくちゃ難しいんですよ、見分けがね。いやいや、でもね、ドッキリカメラみたいな時代も懐かしいですね。あれはちょっと、こう、同行していたということで、なくなったと思います。まあ、放送っていうのは、だんだん面白くなればなるほど、人が集まってきて、お金が集まってきて、それが利権化して、今度は、面白くもないものを面白いと見せかけて、まあ、裏金とかね、ああいう形で出すみたいな。で、人工的にタレントを作り上げていくっていう風に今はなってますんで、まあ私はね、もう見る価値がないなと思います。今はやっぱりね、YouTube の時代ですよ。YouTube の方がむちゃくちゃ面白いですよ。YouTube は放送もできるし、自分の好きなチャンネルをこの無限とも言える中で見ることができるし、テレビなんて見てらんないですよ。面白くないですよね。ということで終わりでした。失礼します。